野村道青い眼鏡1あら皆さんおそろいよかったわね素晴らしい豊島クジのように有用としてクラブの食堂に現れました今は有名な美容術師で 派手な、不白ないかがわしいかぎりの生活をしておりますがもとは外交官の夫人だったという噂のある村岡隆子。商売物の化粧品をふんだんに使った厚化粧のエジプト眉毛濃い紅を含んだ唇もなんとなく年を超越してあだめきます「いや村岡夫人相変わらず大変な元気だね」まあ宇佐美さん 断然久しぶりねな何という風の吹き回しでしょう近頃は私あなたのハゲぶりを夢に見てしようがないのよご挨拶だねもう少し愛きょうのある工場はないものかねなるほどこれは薄ハゲた得体の知らない人物本人は文氏と名乗っておりますが どこの雑誌へも新聞へもかつて名前の出たことのない宇佐美六郎です眉も目も鼻もなんとなくのんびりして頭の光る割には気の若いどこか間取りのした男村岡隆子のようなあばずれにはちょうど手頃のからかいいてかもしれません二人がやるともう口げんかだ始末の悪い人たちだね これは会社員島育太郎。年の頃32さん。五分もすかさぬ統制風の男前です。相性が悪いんだわ。ちょいと龍子さん、今大変な問題があるのよ。あなたの知恵も少し貸してくださらないえー、私の知恵知恵や金で済むことならって言いたいが、あいにく今晩は、 知恵の小出しをみんな家の男性しまい忘れてきちゃったのお金の方で我慢してくれないそうそんなーキなのそれでは何かおごってくださるでしょうねキネマ女優吉野綾子かつら下に青い眼鏡お振り袖のような派手な合わせの型をすばらしい羽織がともすれば滑りますちょいとこれはいかが 今この入り口でもらった芝居のチラシよその芝居なら私ここにいるありったけの人達におごるわなんだ国民劇場の広告じゃないか入場料1人50銭なりだろうそんなものをおごられる方が迷惑だこれは金持ちの坊ちゃん中島助丸村岡夫人のおごるのはお断り申し上げた方がいいぜ この間野球の勝負へ一番好きなものをかける約束で僕が勝つと塩豆を買ってくるじゃないかそんなものは嫌いだって言うとでもこれは私が一番好きですからと言うんだ明らかやったばあさんだこれは若い義士の松井菊三郎これは若い義士の松井菊三郎何です婆さんとは貴婦人に対して失礼じゃありませんか

冗談は冗談としてその知恵が入りようだという話はどんな筋なの小出しの知恵は持っていないが大口の知恵なら持っているわ随分用立ててあげてもいいのよ村岡夫人の大口の知恵と来た日にはなおすごい誰隅っこから人を腐すのは我が輩なんだハゲ茶瓶の宇佐美さんか

毎日都銀行の地下室へ一度ずつ顔を出しなさいって言ってたのは誰だっけ畜生あんなでたらめを言ういけすかな一時じゃないお前さんこそこの間私の家へやってきて大勢いる前で村岡さんあなたはいつまでもそうして御家を立て通す気かそれとも後沿いを探す気でもあるのかってしつこく聞いたくせに そして万一再演してもいいようなら私にも少し考えがあるってアははは、<laughs> これはいいとても気に入っちゃった <laughs> いや大変な騒ぎです実はね村岡さん少し石座の落ち着くのを見計らって女優の吉野綾子は口を切りました 近頃評判になっている大谷先人をご存知だわね。ええ、あの大勢の部下を持って大銀行を片っ端から襲撃する恐ろしい泥棒のその大谷先人はきっと捕まるに相違ないという意見と、いやどうしたって捕まらないという説と二つに分かれちゃったの。島さんはその捕まらないって方の代表者で、 宇佐美さんは捕まるって方の代表なの志麻さんに言わせると大谷先人という協賊はどうしても100人以上の部下を持ってそれを手足のように働かしている銀行を1つ襲撃するにも2か月3か月も準備をして万全を期した上でなければ手を下さないらしいとてもあれは捕まえられないってこう言うんです すると宇佐美さんは「大谷先人はどんなに偉い」と言ったところでたかが泥棒だ「天望開開祖にして漏らさず」と言うじゃないか時期が来ればきっと捕まるにそういないってこう言うんですそれに警視庁には「花房一郎」というものがある。花一郎は 命にかけても大谷先人を捕まえずには置かないってこうも言うんですここにいる人たちはみんな志麻さんに賛成しちゃって宇佐美さんはたった一人ぼっちなのあなたはどちらに賛成なさるおつもり面白いわね吉野さんは一体どちらの組なのそれを聞いてから私の態度も決めるわあらずるいわ 私には何が何だかわからないけれども平気で人を殺したりお金を取ったりする泥棒の方はモテないような気がするわそりゃあ泥棒が悪いに決まっているがいい悪いは別として捕まるか捕まらないかってことになれば私は志麻さんの方に賛成するわ警視庁にも花房一郎なんて名探偵とかなんとか言われる人もいるにはいるけれども 近頃はたががいるんですっかりダメになっちゃったような江島さん花房一郎あんなものはもうご時世遅れだよ岡っ引きに背広を着せたような探偵に最新式の知識を応用する大谷先人は捕まるはずはない嶋幾太郎は我が意を得たりとばかり美容術師の方を振り向いてにっこりします あら、島さんはなかなか話せるわね。その点で握手しましょう。よかろう。向かい合って両方から差し伸べた手がちょうど食卓の真ん中でピタリと合います。二。花部さえ一郎をとがめるのは無理だよ。 ついこの間まで病気で寝込んでいたっていうじゃないかそれに宇佐見六郎はそののどかな顔をつるりと撫でて花房一郎のために弁じようとすると弁解の余地はありません大谷先人は再三花房一郎へ挑戦状を出しているというではありませんか泥棒に挑戦状を突きつけられて一死も下すことのできないような名探偵は

つい45日前明らかに大谷先人に惨殺された印刷屋の主人を加えるとちょうど6人になりますこれだけ犠牲者を出せば花房一郎の準備にも不足はないでしょう相手は50人とか100人とかいう話だ1人や2人ならすぐに捕まえられるだろうが50人100人を一網打尽にして ゾンの魚もザコも逃さないようにするには相当に大きい網が必要さ花房一郎は今その網を張っているのだよクジラの潜るような網だろうでなければメダカをすくうような網かいずれにしても大谷先人という魚は永久にかかるわけはないああ。

思わず総合を崩して笑ってしまいました捕まるというのが2人宇佐美君と吉野君だけあと11人は花房一郎に大谷先人は捕まらないという説だところで何かをかけちゃどうだい中島助丸が口を出します。国民劇場の創建をかけちゃどう入場料1つ金50銭なり。 これなら安心でいいわ。女優の吉野親子先刻食堂の入り口でめいめいがもらったチラシを見ておりましたがふとそれを裏返して「おやおやここに変なことが書いてあるわ」「何ですって?」「向こうを通るはスターじゃないか」「青いガネが気にかかる」「まあ嫌ね」 これは昔流行った銀座節じゃないの。チラシの裏にこんなものが吸ってあるんだわ。ようよう、吉野くん自分のことを歌われているようなものじゃないか。あら、随分ね。私、青いメガネはかけているけれど。おい、怒ったかあはははははは。<laughs>

どれ拝見あら村岡さんのにだってちゃんと同じ文句がすってあるじゃないの最初は「銀座銀座というやつはバカよ帯の幅ほどある道を」ってどれどれ吉野さんのお拝見2人の美人は命名のチラシを変えて読みましたが結果は全く同じことでした 吉野綾子の目には明らかに銀座節が読まれますが村岡龍子の目には相変わらず緑と赤の交錯した唐草模様のような複雑な地模様しか見えなかったのです不思議ね全くだわ。呆れ返る二人の様子を見て二三人の紳士たちは各地の中へねじ込んだのを出して皺を伸ばしたり 床の上に落としたのを拾って土を払ったりめいめいにのぞいたり透かしたりしましたが劇場のチラシの裏にはやはり絵体の知らない唐草模様があるだけで誰の目にも銀座節などは見えません。もう一つ不思議なことはこの小事件が起こったにもかかわらず島幾太郎や中島助丸や松井菊三郎はその疑問のチラシに目をくれようともしなかったことです。 宇佐六郎はしばらくは黙ってそれを見ておりましたがやがてニヤリニヤリと笑いながら「バカだなそんなつまらない仕掛けがわからないかなこんなことを言います」「あなたにはこのわけが分かって?」まあえらいわね頭の毛が少なくなっただけのことはあるわ。 私の頭の毛のことばかり言うと、私もつい村岡夫人の顔のしわのことを言いたくなるよ。なんですって私の顔にしわがあるんですってこれでもまだ27よ。おい、お腹立ちでは恐縮。しわで悪かったら火だ。それでもいけなかったら皮膚の折り目。 まあなんという悪い口だろう覚えているがいいまたかみ合っているの本当にしようのない人たちねそれよりこのチラシの裏の歌が私にだけ読めるわけを教えてちょうだいよ吉野親子は宇佐見六郎の前に問題のチラシを裏返しにして突きつけます私にだって読めるわけはない。 島君たちはとうにこのしかけにきがついているらしいがごくかんたんだよ。どんなしかけなのまあいそぐなこれだけのにんげんがいるのに吉野ノアヤコくんいがいには誰れにもこのチラシのうらのきんざぶしがよめないというのは吉野君くんのめがとくべつにいいというわけではなくて吉野君くんのめが 他の人と違っているからだということになる。吉野君の目と我々の目とどこが変わっているか、それがわかれば何でもないことだ。吉野さんの目と私どもの目？吉野さんだけ青いメガネをかけているということなの？そうだよ、村岡夫人。頭の上げている人間は賢いだろう。 このチラシの裏には青いからく草見たような字模様の上に細い赤い字で銀座節の文字がすってあるのだよ。ふつうの目つまりふつうの白い光線で見るとその青い字模様と赤い文字が重なり合って紛れているからどうしても読めないが青い眼鏡をかけてみると 青い地模様の線がメガネの青い色に吸収されて、赤い地模様とその模様の中に書いた文字だけがはっきりと見えるのだよ。青いメガネをかけてみる。代わりに青電球の光で見てもいい？つまり青い光を当てると青の地模様が消えて赤い模様と。 その模様に紛れるように書いた文字だけが浮いてくるのだこんなことは小学校の生徒でも知っているよバカバカしいまあ宇佐美さんは見かけよりよっぽど知恵者ねどれどれ吉野さんあなたの眼鏡をちょっと拝借なるほどこれは面白い向こうを通るはスターじゃないか 青いメガネが気にかかる。はっきり読めるから不思議ね美しい美容術師は夢中になってチラシの裏を読みふけております宇佐見さん私はすっかりあなたを見損なっていたわそんなハゲ頭にこんな特別上等の知恵があろうとはどうしても思えなかったんですものごめんなさいよ何をつまらない 赤と青が繁殖で一方を濃く見せる色は一方を消すくらいのことは小学校の生徒も知ってるよおやいつの間にやら志麻さんも中島さんも松井さんもみんないなくなっちゃったどうしたんでしょう吉野綾子は美しい眉をひそめて四方を見回しますさあ 宇佐美六郎の顔の難しさ眉も目も鼻も口もきりりと引き締まって次の前通ずる厚っぽいカーテンへその鋭い目をきっと注ぎました夜11時会場の都銀行では宿直の小遣いが最後の見回りを始めた様子重い戸を閉ざす音がかすかにここまで響きます 3一方は警視庁の刑事部長室それから30分後に起こったことですいかがでした花房さん大体の見当だけはつきましたもう一息というところで行き詰まっているんです大谷先人の正体を突き止めたのですね

顔ももななんん。とととく若さと鋭ささ鋭清らかさに輝いて、宇佐見六郎の面影は少しもありません私が大谷先人の変装を見破ったと同じように向こうでも私の変装を見破っているんです今晩も現に大谷先人にそういないと思う男と花草一郎は大谷先人を捉えることができるかできないかということで大変な議論をしました。 おおそれは面白いいや部長あまり面白くはありません花房一郎が警視庁に報職してからこんなに犯人に愚弄されたことはありませんとにかく大谷先人という人間は世にも恐るべき強族ですそれを何とかして逮捕しなければならない3ヶ月の間に銀行を3つも襲撃し 人間も6人も殺めている。世間は5豪として我々当局者を攻撃しているありさまだ。どんなことをしてもこの数日中に大谷先人を逮捕し法の訴状に挙げさせなければ私は腹でも切らなければならない。あれほど大仕掛けな悪事を働いて少しも証拠を残さないというのも不思議だが 現場へ大谷先人と署名してくるというのも不思議だそんな悪巻は活動写真にだけしか出ないものと思い込んでいたのは私の先見であったよ部長そうおっしゃられると面目次第もありませんどうぞもう1週間いやせめて3日だけ猶予してくださいおお電話じゃないか花房郎ん 受話器を取って耳に当てました。はい、私は花房。ええー、そうです。あなたは？名前は言われない。はてな。御用は何？今晩日本橋あたりまで来てみろ。大谷先人が何か大仕事をするかもしれない。うん。どうしてそれが分かったのです。 それも言われないそんなあやふやなことを私が信用して出動すると思いますか何きっとする青いメガネの仕掛けを知っているなら、何もう一度、青いメガネの、もしもしそれはどんな意味ですかもし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 ああ、切ってしまった。 花草一郎はガチャリと受話器をかけてしばらく考え込みました「花房君、今のは誰の電話だ?」わかりません心当たりはないじゃありませんがいやそんなはずはないお聞きの通りの電話ですが相手は若い女だということ以外には何にもわからないのです騙されるまでもとにかく行ってみましょう オートバイで連絡を取らせますが制服私服半々くらいに警官を50名ほどお願いいたしますそれでは私は一人で背踏みをしてまいりましょう大丈夫か虎剣に入るより他に方法はありませんキッとして立った花草一郎の表には死もまた自せざる決心の色が。 浮かんででおります4ここでよかろう日本橋のとある横丁に自動車を止めた花房一郎しばらく車の中に止まったまま腕を組んでじっと思いを凝らしました往来の人もほとんど耐えてわずかに終電車の音が遠くうなるばかり 夜とともに起こったからっ風がちまたのほこりをもうもうと吹き起こして車の外は表を向けられそうもありません何時だろうわざと電灯を消した自動車の中から声をかけると1時過ぎましたろうな運転手は気のない声で返事をしますはてな。 花草一郎は思わず声を出して首をかしげました「さっきの電話が語りで自分をおびき寄せるための手段ならば時間と場所を明瞭に指定するはずだ危害を加えるにしても翻弄するにしても場所と時間を指定せずにおびき出すという法はない」「してみるとあれはやはり大谷先人の悪事をかぎ知った者が自分へ密告してくれた電話であったろうか」 青い眼鏡ということを知っている以上は今晩あの食堂の中にいた者にそういないがあの一座の女というのは美容術師の村岡隆子と女優の吉野綾子の2人っきりだが電話の声はこの2人のうちの1人でなかったことは確かだここまで考えると花房一郎の頭脳も混乱するばかり この先どうしていいか見当もつかなくなります待て待てあの劇場のチラシの裏にある青色と赤色の文字「トリック」を見た時「島育太郎」とその手下の者が少しも驚かなかったのはどうしたわけであろうあの青い眼鏡でだけ読める仕掛けをあいつらは知っていたというのかなそれとも「国民劇場は」 一体今どんなをあっいけない国民劇場は改築中で先月から休場しているではないかしてみるとあのチラシは少なくとも23か月前のものだ23か月前のチラシをレストランの前でしかもこの寒空に配るというのはどういうわけだああこれはいけない俺は。 裏の青色と赤色のトリックを解いて得意になってもっと大事なことを忘れていたのだあのチラシを地下室の料理屋へ入るもの全部へ手渡したのは何のためだあのチラシが怪しい花房一郎はここまで考えると慌てて自分の隠しを探りましたあったあった さすがに捨てもせずにそのままチラシは各紙の中にあります青い眼鏡このチラシの裏の文句を読むときにはそれは是非必要ですがそんなものは自動車の中にも夜更けの街にもあるわけはありませんがハッと気のついたのは日本橋のたもとに立っている電車の信号手です 早速自動車を飛び降りて駆けつけた花草一郎すみませんがちょっとその信号灯を貸してくださいそれは困りますもう終電車が来る頃ですから信号手は迷惑そうにしておりますが花草一郎は重ねていや決して手間を取らせるわけではない忙しく繰り広げた戦国のチラシ 信号灯の青い光にその裏を照らすと青色の字模様は消えて「銀座銀座と通うやつばかよ」はっきり「銀座節」が読めるだけ他に何の変わったところもありませんはてなぁ花房一郎はしばらくそのチラシを信号灯に押し付けて繰り返し繰り返し眺めておりました。 ああ、もう電車が来ましたどいてください押しのけられてよろけるはずみに花房一郎の頭の中にはちらりと天雷の霊光がさしましたああ、あれだあれだ青い眼鏡で見れば赤い字模様と赤色ですった文字だけが読めるがもし赤い眼鏡で見たら何が読めるだろう青い細かい字模様と見えたものの中に なんか他の文字が隠されていなかったろうかこう考えると花房一郎信号手の取り上げた信号灯の赤の方の窓へ慌ただしくそのチラシの裏を持っていきますたちまち赤い字模様も銀座節も消えて青い字模様の中に何やら他の文字手に取るように読めそうですあちょっとその明かりをちょっと 電車が来ましたよ。どいたどいた信号師は剣もほろろに信号灯を取り上げて花房一郎から遠く夜の街を猛獣のようにかけてくる電車に振ります赤い光赤い光見回すと向こうの薬屋の軒に真っ赤な電灯が大きいルビーのように紅の光を夜の街に投げております 花草一郎は横っ飛びにその下へチラシの裏へシンクの光を浴びせると赤い模様も文字も消えてその代わり今夜1時15分日本橋の都銀行襲撃の予定裏口は松井以下15名表口は大谷団長以下8名金庫爆破の上本部引き上げこれだけの文字が あありあり読まれるのです青い光線を当てると青色の文字が吸収されて赤い文字の銀座節だけが現れ赤い光線にさらせば赤い銀座節は消えて青色の唐草模様の中に恐ろしい「共賊団」の打ち合わせの文字がありありと現れたのでした。ここれだこれだだ 花一郎は小躍りをしてもう一度自動車の中へ飛び込みました「都銀行の手前の路地で止めてお前はすぐ本所へ電話をかけてくれ大急ぎ!」自動車は砂仁を巻いて夜の街を飛びます5。 ちょうどその頃、都銀行の金庫室の内部には、こんなことが起こっておりました。さあ、もうよかろう。みんなどいたどいた。狩猟の声に連れて、五六人の会館は二三件飛びっさり、懐中電灯の明かりを金庫に差し向けます。コンクリートで築き上げた厳重な部屋の中には、一人の美人が大一番の金庫に縛り付けられて、恨みの目尻を裂いて、 と闇を見据えております女もう助からぬぞ余計なことをしなければお前などに構っている我らではない生地大谷先人の正体を知ったのがお前の不運だその金庫はニトログリセリンで爆発させるばかりになっている唇を付けさえすればいいお前の体は 金庫のの扉と一緒にみじんになって吹き飛ぶのだ。いいか荒縄で縛られた半裸体の女の肉は冷たい金庫にいてついて寒天のように震えましたが女の顔には少しも服従の色はありませんまともに「き」と狩猟の覆面を見据えて唇には火のような言葉を吐きます 私を誰だと思う知らないだろう。どうせ死ぬものならその前に言って聞かせることがある。私はどうしてお前につきまとったか。どうして島幾太郎を大谷先人と見破ったか。それを教えてやろう。女の声は冷たいやきにこもってものすさまじく響き渡りました。死をも恐れぬこの女は。 そそもそもでであったでしょう。大谷先人も覆面を取って懐中電灯の光を女の厚根性の顔に差し向けながら「お前は美容術師の村岡隆子じゃないかそれがどうしたというのだ」「もう一つの名は?」「そんなことを知るもんか」「教えてやろう私は」 お前に大事な機密文書を盗まれたために3年前に自殺した外交官の岡谷村尾の妻の秀子だ村岡隆子という名は亡き夫の名の文字を入れ替えたからと気がつかなかったかお前は私を知らないだろうが私はよーくお前を知っているお前は岡谷の無理の友人になりすまして岡谷が預かっている機密文書を盗み出しそれを 反対党へ高値に売りつけたろう責任感の強い夫はそれを苦に病んで自殺したことはお前も陰ながら聞いているはずいくらお前のような悪党でもたまにはそれを思い出して寝覚めの悪いこともあったろう私は美容術師を暮らしの足しになんとかして支援を晴らしたいと心にもない化粧三昧に身をやつしお前が好きだった料理や カフェをあさり歩いて3年越しにお前を探していたのだ浮気なゴケの見本のように人様に後ろ指をさされるのを知りながら私は心に泣いてこんなバカを尽くしていたのだよ恨みにもゆる女の目からはさんさんとして払うことのできない涙が湧きましたお前を探すのは楽な仕事ではなかった けれども神様は私にいい知恵を貸してくだすったよ。お前は何のためか知らないが時々赤いメガネをかけるということを亡くなった夫から聞いたことがある。それを頼りにカフェや盛り場をそれから3年がかりで探し回った。ふとしたことからお前が赤いメガネを持っていることを知ったのは3ヶ月前だ。青いメガネはよくあるが。 赤い眼鏡はあまり類がない。それから間もなく、お前が大谷先人にそういないという動かぬ証拠を見つけてしまったのだ。女の恨みの言葉はいつまでもいつまでも続きそうでした。大谷先人はその終身な表に稲妻を走らせて。さあ、もう引導を渡せ。この女はいよいよ生かしちゃおけない。 動き出した一人の男黒い覆面のまま狩猟に挨拶して金庫に仕掛けた爆薬に点火しようとしますお待ちなんだ今更死ぬのが恐ろしいかいや死ぬのを恐れはしないこのまま夫のそばへ行かれれば私は本望世間からはドブトロのように汚れたものと思われた 私の体や心を玉のように清らかなままで亡くなられた夫に返すのだもの。私は一刻も早く死にたい。けれども、たった一言言い残したことがある。つい一時間ばかり前に、私は私の影みに沿って助けてくれる妹に頼んで、警視庁の花房探偵へ電話をかけさせておいた。え今頃はもう、 この銀行は警官隊にすっかり包囲されているだろう嘘を言えこらアマハハハハウなら嘘でもいいちょっとその窓を開けて外を見るがいいさあ早く爆薬とやらへ口火をつけたらよかろう何をグズグズしているのさ死を決した岡柳秀子はその精縁な目を閉じて氷よりも冷たい黒金の金庫の扉に

銃口をそろえて数十丁のピストル大谷先人来ようはっと思う間もなくなだれいる一体の警官何を偶然たる筒音金庫室をこもる煙の中に相打つ肉弾しばらくは敵味方必死ともみ合いましたがやがて54名の警官隊 十数名の凶族を数珠つなぎに白日のごとき光の中に押し並べますその中ほどに仕立てのいい背広をめちゃめちゃに引きちぎってあっちこっち鮮血にさえ彩られた島幾太郎こと凶族の首領大谷先人しきりに警官隊の中をあさっておりましたがやがて文史宇佐美六郎とはにもつかぬ終春軽敏な名探偵 花草一郎の顔を見ると観念したようにその目を閉じますおい、君。声だけは以前の宇佐美六郎のままの花房一郎ずかずかと進んで後ろ手に縛られた大谷先人の方にその手を置きながら「このゲームは私が勝ったようだな」わだかまりもなく言い放って 相手の顔を斜めに差し覗きます。今のところではね大谷先人も負けじと手軽な調子でそれに応じます。花草一郎は確かに大谷先人を捕まえたよ。国民劇場の双剣くらいは奢ってもらえるだろうな。お安いことだ。が 大谷先人も少し油断をしたよ油断さえしなきゃ大谷先人は思わず歯を食いしばりますその無念の形相を後ろに立ち去ろうとする花房一郎の後ろから「待った花草なんだもう少し話がある」大谷先人は声をかけます 今となっては未練ではないかいや助けてくれというのではないこの大谷先人ほどの者のが企んだ今宵の襲撃をどうして知ったかそれが聞きたい多分その婦人が教えてくれたのだろう指さす金庫室の中には一人の美女鉄の扉に縛られ 白昼のごとき光の中に数十百の目に見つめられる恥ずかしさも知らずあまりの不意の救いの手に驚きと喜びに気を失ったのでしょう咲き崩れた大輪の白ボタンのように倒れております本当か本当とももっともそれはヒントだけだあとはあの劇場のチラシの裏を赤い光線で読んで 万事を知ったのだそこまで気がついたか馬鹿にしてはいけないそれではもう言うことはないもう切り札はないか大谷先人それでは言うがお前は少し増長しすぎたよ圧巻には圧巻の義理があり泥棒には泥棒の道があるものだが お前はあまりに無慈悲で、あまりに冷酷だった。花草一郎を馬鹿にするのはいいが、天をあざけり、人間の道を蹂躙して、いつまで長いシャバがあると思う。お前は自分の身が危うくなると、暗号をすらせた仲間の印刷屋まで殺してしまったろう。それで小石を隠せると思うのは大間違いだ。見ろ。 殺された印刷屋がお前の命令で刷ったこの劇場のチラシの裏のトリックがお前を最後の運命に導く罠になったじゃないか花房一郎の言葉は痛烈を極めましたしばらく黙っていた大谷先人この時ようやく顔を上げて「ありがとう花房探偵。 今その理屈が分かったところでもう遅いところで最後に一つ俺にも全恨を施させてくれそれはその金庫に縛られている女だぶん花房探偵ほどの者も,も気がつかなかったろうが自堕落な始末の悪い気狂いとばかり思っていたその女が世にも稀な定女だということを 今晩初めて俺は知ったのだこの寒さにいつまでもそのままでおいてはかわいそうだ色ごけならこのお仕置きもいいが定女と分かってはその半裸体が俺が自分でしたことながら見ちゃおられない大急ぎで縄を解いて温めてやってくれそれが三年前にその女から夫を奪った俺の せめてもの行為だ。大谷先人ほどの者も悲痛な顔を上げて花房一郎の顔と金庫の前の美女とを見比べるのでしたよく言った。花房一郎は駆け寄って半裸体の美女を抱き起こし忙しく縄を切り払って脱がせ着物を着せてやりましたわずかに通う息。 美しい貞女は夢心地に目を開いてみなぎる明かりの中にこの異様なあ様を見回しました。